こんにちは、モノクロの夢です。今日はですね、と検証したいことが出てきたので、検証してみます。で、まあ、一つ前の動画で新しいカメラを久々にゲットしまして、BMPCC6K なんですけれども、まあ、その動画のアップがちょっと前後するかもしれないんですが、でそれがあってですね、やっぱりあのマニュアルフォーカスのレンズですねっていいなと思って、久々にちょっと検証してみます。はい、で今日はですね、このソニーの 35mmF1.4 の GM と、あとライカの 35mm ズミクロン F2 のアスフェリカルです。でカメラがソニー FX3 ですね。でその2本のレンズでどういう描写の違いがあるかっていうのをちょっと検証してみたくなったのでしてみます。で、あのこうやって何かトーク的な動画撮る際になるべく海外の YouTuber さんとかですね、まあ、あの日本でもすごい方いると思うんですけど、その見栄えがすごくいいじゃないですか。あのライティングとか色とかで少しでも僕も良くしたいと思っていて、でこの2本のレンズでどういう違いが出るんだろうっていうのを考えてみました。あ、検証しました。で結構ですね、違いはあったのでそれを解説してみます。はい、で今はですね、あのライカのレンズで撮ってます。でライカの 35mm ズミクロンが F2 なので、ソニーの GM もですね F2 にして撮ってます。で ISO は800で 24fps でシャッタースピード50分の1で F2 ですねっていうのを統一して、ホワイトバランスが確か 5600K ですねだったと思うんですけど、でグレーディングも何もせず、あのソニーのログですねで撮って、その MOV をですねスクリーンショットしただけの比較なんですけども、これで見ていきたいと思います。でこちらとこちら、こちらが A でこちらが B ですね。 A B でどちらがソニーなのかどちらがライカなのかっていうのをちょっと当ててみていただきたいんですけども、まあこの映像がライカで撮ってるのでソニー FX3 にズミクロンですね。まあ見ていただいたらわかるとは思うんですが、 A がソニーで B がライカですね。はい、っていうことになります。で結構違いますよね。ソニーの方はオートフォーカスにしてます。で、瞳にガチピンに来てると思うんですけど、で、ライカの方は、まあ、マニュアルで合わせてます。ワンオペでやるのは結構大変なんですけど、まあ、なるべく合わせてまして、で結構ですね、違いがあったので、お伝えしてみます。はい。で、僕は、まあ、ライカの方がいいと感じたんですけども、まあ、もちろんグレーディング前なので調整はしてもいいと思うんですが、もう取って出しの取った段階の感じでこれなんで、ここからどうするかって話なんですけど、ライカの方が4つの点で優れてると思いました。で1つだけ劣ってると思ったんですけど、まあ、それについてちょっと話してみます。まずですね、これはまあある意味劣ってるとも言えるんですけど、周辺光量が落ちてますよね、ライカの方が。ソニーはこの隅々まで、まあ明るさ均等だと思うんですけど、この辺とか。ライカは、こう、スワーッと落ちてますよね、周辺が。そうでもない？単に暗いだけ？わずかに落ちてますね。はい。っていうので、なんかいいですよね。はい。中心に目が行くっていうか、
そんな感じがあって、でちょっと分かりづらいので書いてみますね。こうですね、はい、これライカで落ちそうに、まあ、周辺光量落ちてると、これがすごくいい味になっていると。で次に露出のバランスとかコントラストはですね、ライカの方が僕は好きですね。これソニーで、これライカなんですけど、なんか落ち着いてますよね、描写が。うん。コントラストが。ちょっとソニーはパキッとしすぎてて、まあ、ソニーらしいっていうか明るいんですけど、ライカの方がグッとくるっていうのかな。僕はそう感じましたね。はい。はい。で、3点目がですね、カラーバランスがいいってことなんですけど、こうソニーで撮った時に気になるのが、黄色の出方なんですよね。なんかちょっとグリーン寄りなのかな。で、ライカはちょっと、マゼンタ寄りっていうか、オレンジ寄りに、来てくれるっていうか、そういう感じがあって、なんか上質なんですよね。ソニーの方がちょっと安っぽく、まあ明るくてはっきりしてるけど、ちょっとな、いまいちだなって感じますかね。比較してしまうと。はい。そんな感じになります。で、四つ目。ライカの、いいところが、ボケ味がいいんですよね。で、これ等倍。ってか、まあ、このサイズ感だとよくわからないかもしれないですけど、拡大しますね。はい。これがライカのボケ味です。で、こっちがソニーです。全然違くないですか？はい。で、まあ、ソニーのレンズの方が、まあ、現代のレンズっていうのもあって、こちらの方が、これソニーですね。正しいかもしれないんですけど、はい、ちょっと分かりやすいように書いてみましょう。こっちがソニーで、こちらライカ。全然違いますよね。うん。まあ、ライカのレンズの方が古いんですけども、このボケ味の輪郭がライカの方がありますよね。で、まあ、なんていうのかな、ズミクロンってこういう感じなんですよね。なんかふわふわふわみたいな、シュワシュワシュワみたいな感じで、ソニーはうん、まあポンポンあるけど潰れてるなっていうか、まあなんかライカの味があるんですよね。で、この辺とかもう味がありますね、やっぱ。うん。素敵だなっていうか。これがソニー。これがライカです。この辺とか。まあ、卵系ですかね。卵系の感じがいいなっていう。こことかもそう。これライカですね。で、これソニー。うん。ライカ。まあ、好みにもよると思いますけども。これソニー、ライカ。ソニー、ライカ。ソニー、ライカ。で、等倍というか、大きく表示すると、こういう違いがあると。いう感じですね。まあ、拡大して通常は見ないので、まあ、このサイズ感で、まあ、なんとも言えない、この印象をどう印象付けるかってことなんですけど、まあ、なんかライカの方がグッとくる感じはありますかね。
はい、って感じです。で最後、まあ、劣ってるっていう意味では、ライカの方が歪んでますね。はい、まあ、こことかなんですけど、これがソニー。まあ、ソニーも歪んでるけど、もう大体、まあまあ、まっすぐ。で、ライカの方がよりその、タル型っていうのかな。こう、曲がってるので、まあ、これなお、気づいたら直すのか、まあ、そのままでも、まあ、いっちゃいいかもしれないですけど、うん。まあ、直すかどうかっていうとこですね。これはまあ、ソニーの方が、まあ、そりゃ、優秀なのかな、という感じがします。はい。というわけで、ソニーとライカのレンズについて、描写の違いをお届けしてみたんですけれども、まあ、ちょうどVMPCC が届くので、僕 4K から久々なんですよね。で、6K になって、レンズがシグマの 1835F1.8 なんで、で、一応オートフォーカスボタンついてるんですけど、基本そんな使わないと思うので、マニュアルで合わせるんですが、結構その描写を楽しみつつ、あと、マウントが EF マウントなんで、EF を M マウントに変換するアダプター買えば、ライカレンズも付けられるので、そういうのしてもいいかなと思ったりしてるとこですね。はい。というわけで今日は。まあ、なので、結論的には、その、まあ、FX3 にソニーレンズっていうのはもちろん、一番、ある意味一番いいんですけど、相性はいいんですけど、そうだななんか、うん。ちょっと僕的には、ソニーの描写ってちょっと軽くて、浅くて、バランス、色、自分の好きな色に到達するのがちょっと難しいんですよね。っていうのがあって、あ、やっぱレンズ変えるだけでも、ライカにするだけでも、結構好きな描写になるなっていう印象でした。なので、なるべくというか、そうだな。まあ、気分によって、ライカのレンズ選んでいこうかなと思ってるところですかね。はい。というわけで、ごちそうさまでした。